はい、どうもミスター X です。今回はですね、まあ本当にキメラゴンさんですよ。もう今ねホットなのはキメラゴンさん。彼が示してくれた行動ですかね、行動っていうのはすごいですね。2018年12月から、いよいよねインターネットでお金を稼ごうということでスタートをされて、で13ヶ月目に、まあ、いわゆる、まあ、全ての線がつながったと、全ての行動の結果が一つの線につながった、まあ、どうなったかというと、今が14ヶ月目に入ってるんですかね、14ヶ月目に入っていて、12月から始めてるから14ヶ月に合ってますね、14ヶ月目に入っていて、で収益の方が1000万を超えてきてるということですね。1000万を超えてきております。15歳ノートを販売して1000万超えでございます。中学校3年生ですね。学びの量と、まあ、学びっていうのは読書です。読書量と行動量、まあ、毎日の作業ですね。朝から晩まで、朝起きてから夜寝るまで、まあ、行動ね、今では動画を撮ったり、あとはブログを書いたり、まあ、商品を作ったり、まあ、いろいろと行動をされているわけで、まあ、その行動がね、すべてがつながったと。そして1000万を超える収入ですよね、を超えていったと。どこまで売れるんでしょうね、このノート。すごいですよ本当に。まあもちろんどうなんだろう、実際私たちよしくアカデミアがよしくをねやろうって私自身が始め、きっかけを得たのは2017年の12月30日31日ぐらいなんですよ。だからそうですよね、そこからスタートしたとして考えれば、まあ、まるまるね、キメラゴンさんと比較するのであれば、予祝を始めて、そうですね、予祝を始めて、そうだな、今考えてみると、実際にお金をね、よし稼ごうと。自ら行動をして収益を上げていこうとしたところで比較すると、まあキメラゴンさんとチームよしくのね行動を比較してみると、彼は2018年の12月から始めたと。で私たちは2018年の8月、私8月から始めて、トップバズですね、トップバズを8月から始めた。でそして淀川のおっさんが9月で、ミスター王さんがその1ヶ月後10月ということで、ほぼタイムラグ4ヶ月から3ヶ月ぐらいのタイムラグですね。ほぼほぼ一緒です。ほぼキメラゴンさんと我々チームよしくの行動の差っていうのはほぼ一緒ということで、我々はまあ2日で100万っていう収益はね上がりましたけども、まあ2日で100万、
で、キメラゴンさんはだいたい約1ヶ月で1000万で、これからも伸びてるというところで、単純に比較してみて、そうですね、刺激ですね、すごく刺激になってますね。で、あと何がすごいのかって言ったら、彼のすごいところを挙げればキリがないんですけども、やっぱり大人と一緒です。結果を出している大人と一緒です。とにかくプロ意識ですね、プロの意識があるっていうところで、妥協がないんですよね、妥協がない。で、しかもね、我慢するところは我慢してて、全然ね、すごいですよね。運動不足ですから、15歳で、まあ、部活もやってませんしね、不登校ですから部活もやってませんし、まあまあ、まあ、彼の青春というのはね、ずっと続くんだろうなと思います。カモさんの、カモさんのメンターというか、カモさんが師と仰いでいるマクドナルド時代のね、まあ、上司の藤本隆弘さんもおっしゃってましたけども、自分の青春は自分で決めればいい、自分の青春はいつ終わるのか、それは自分で決めればいいということをおっしゃってましたけども、キメラゴンさんっていうのはきっと死ぬまで青春なんじゃないですかね。すごくそういうことをね、彼のノート、そして YouTube を見て感じましたね。なのでぜひ、我々、まあ、サラリーマン、同年代の方はサラリーマンですよ、皆さんね、本当にね、熱中する、夢中になってやる、夢中になってやることをぜひ共にね、やってみようじゃありませんかっていう感じですね。今ぜひ共に吉久アカデミアで2000万を目指しませんかというところじゃないですかね。年収2000万をね、とりあえずやって、そうすれば景色が変わりますよ。はい、ちょっとなんかぼやきみたいになってしまいましたけども、はい、それではね、最後までご覧いただきましてありがとうございます。